豪気同キャラ戦はやっぱりその飛び道具の打ち方のセンスだったり、特に OD 波動拳をどこで打つか、そういったところも大きいになってますね、はい。さあそれでは両選手準備ができました。いよいよ始まるストリートファイターリーグプロ JP2024 開幕戦先鋒戦、マッチャーも動きたい、持ち動き行ってみましょう。お願いします。さあ水色の豪気がマッチャーボーの動き、はい、そして黒のこのデフォルトクラシックカラーがモッチの動き、はい、まずはご挨拶ということでやっぱりこの波動拳合戦ですね。はい、さあ積極を見せながらのラッシュを1つ見せたのは右手側モッチの動き、で波動の打ち合いになってくると、特に強豪波動拳に対して、はい、まあ、ジャストパリに狙えるかどうか、そしてどこかでボディ波動拳を噛み合わせる、足と投げる体力リードは右手側、持ち手がここでジャストからラッシュ台形スタート。確かに台足だったんでね、クレームちゃんと見てますね。マチャボマチャボが前に出て、ここは中段当たっている。さあオーディシャッカから一気に溶かしていった。まずはマチャボ画面足近辺のちょっとこの頭蓋派の中段ラッシュで食らってしまうと、もう同キャラと相当ヤバいことになりますね。もう一丁来た、開幕中足を刺していったのはマチャボ。もう画面端になった、モッチはどうするか、守るかー、ローキックにシャッカー、ただパニカン逆捨てからのこの入れ替え、ただ暴れているのはマチャボの方、右手側のマチャボが前に出るか、お互いドライバー黄色い状況、こっち側のがやっぱ苦しいですよね。マチャボは SS3 ありますから、もう中足リーサルじゃないですかね。ランプの中足を食らってしまったら終わりかねない。投げるのはマチャボ、右手側はどうやってこの局面を脱するか。ボディハド、さあドライブがない状況、大きな動きはできないが、どこから狙うか、 SA はある、両者マックス、波動打つのモッチ、お互い上から上から潰したのはモッチだ。タイミング勝負、さあこれで体力は追い越した。ただこうなると収穫ありますね、マチャボ側は、黄色になって CA になれば収穫札が使える。寿司として非常に強力な投げ技、しかもラウンド先行もありますからね。マチャボそこは前に出て投げを打つ、次はどうする、どうだ、ぬるっと入ってきた、うえぇー、ここはもう勝負の投げ抜けをしたモッチですが、その上を取っていったマチャボの攻撃がまずは1試合目。しかもただの前ジャンプじゃなくて、ちゃんとその SA 暴れの SS3 だったり瞬刻者サバレに警戒しつつの前ジャンプなので技ありでしたね。さあミスター最適解、はい、出てきた。さあそしてですね、はい、労働しないとですね、はい、はい、感染モードの方早送りになってしまうというところがありますので、その処理のためにお時間を若干いただいているという状況です。はい、はい、さあそれでは戻ってきましたね。これが2試合目、いきなり踏み込んでいったのはマチャボ。さあ羽田さん、マチャボかなり前に出ますね、はい、色も変えてきますからね。さあここはやばいやつ、打撃が当たっている、一気に溶けるぞすごい変だ。さあここでジャストパリーは持ち入れ替えて、ここから反撃になるか、暴れているのはマチャボ、強気だ、一気に駆け抜けていった。79秒残し、初参戦者に対するきつい洗礼かのような畳みかけてきましたね。出腹をくじく歩きでしたね。多分今結構アドバイスもらったので、もちろん考えたいと思ったんですよね、はい、そこを読んでの前歩き、そこからいい前歩き投げ、そうですね、投げていったのはもち右手が、うわ落とす、はい、そして歩き踏み込み投げ、これは打撃が当たっている、リーサルです。マチャボが一気にゲージを貯めて終わらせた、瞬殺撃と言っていいか、マッチャーボーが分からせた形、お見事、これはいい内容だった。いやー、駆け抜けましたね。しかもその、なんだろう、